ターリア電子聴診器は世界的に有名な心臓のスペシャリスト救急救命医と音響学の専門家によって共同開発されました。現代の科学技術と卓越した音質並びに職人による製造技術が集結し、重要なタイミングに明瞭で高精度の音を医師に提供し、全く新しい聴診感覚を創造します。救命救急センターの看護師がリアルタイムに患者のデータをアップロードし、医師と同時に共同で診察、特許取得の機関図紙と表記、音声ファイルによる詳細な記録、聴診と同時に聴診した機関の位置を記録できます。4種類の機関を含む合計32箇所の聴診部位、頸部6箇所、心臓5箇所、前胸部、肺部12箇所、腸9箇所が記録可能です。看護師のラウンド中に喘息患者の状況を追跡し、異常を主治医に報告。音の振るい分けと音響周波数の選択、病理的所見がはっきり際立つ。独自の音響周波数分離技術によって環境雑音を低減し、各臓器の音を高精度に届けます。ベルメンモード、B モードは心音聴診、20から 200Hz の周波数帯に適しています。マクメンモード、D モードは肺などその他臓器の聴診、100から 500Hz の周波数帯に適しています。心音図の視覚化で心雑音が明らかに。心音の波形をすぐさま視覚化して、医師の聴覚、視覚両方からデータによる診断を補助し、心雑音の検出がより簡単になります。医師の教育、患者への状況説明時に Bluetooth スピーカーに接続することで心音を大きくして共有できる。聴診音を10倍に増幅、細かな心音もはっきりと。Bluetooth スピーカーに接続することで、医師の聴力低下による聴診診断に対する影響への心配がなくなります。大容量のメモリーと共有化で共同診断や教育に役立つ。 DS3011A プレミアムのみ。内蔵メモリーには10秒間の音声データを160回録音が可能です。Bluetooth でノートパソコンやタブレット、携帯電話に転送し、いつでもどこでも音声データを確認することができます。また、スピーカーに接続することで、聴診のレクチャーや臨床における共同診断にも役立ちます。新生児先天性心疾患スクリーニングプラン。心音の周波数を有効に活用し、自動検出、心臓疾患診断の補助材料として、異常検出率の向上、